このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、同じおもちゃで遊ぶと寝技を見せる保護猫カフェの猫たちということでね、たくさんの猫ちゃんと遊んでいきたいと思いますよ。まずブラちゃんが遊んでくれてますね。たくさんの猫ちゃんがね、入り乱れたりとかもするんですけれども、基本的には寝技が好きみたいですよ。この子はディオくんですね。寝ながら遊ぶのがね、大好きな子なんですよ。さあ他に誰が来るかな。ブラちゃんがまた走ってきてくれましたけれどもね、すぐに終わっちゃうんですよね。さあこの子はトニーくんですね。ちょいちょいちょいってやってるでしょ。でこの場から動かないっていうね、そんな感じなんですよ。やっぱディオくんよく遊ぶね、やっぱり。さあこの子はベジタくんは遊ばないか。この子はピコロさんですね。おもちゃどう？一応反応はしてくれたんですけれども、遊ばないか。はい、この子はイケメンのラテくんですね。やっぱ寝技でしょ。長毛さんね、本当に可愛い子なんですよ。両手で掴んでね、なかなか話してくんないね。爪が引っかかってるか。でね、これめちゃくちゃ可愛くないですか。この、ね、長毛さんだから余計ね、なんか何がなんだか分かんなくなってるんですけれどもね。こういったね、透明なボールとかがあるといいですよね。猫ちゃんが入ったりとかするとね、すごい可愛いでしょこれ。たまらんわ。でやっぱね、ラテ君遊んでくれるんですよね。でも動かないっていう感じなんですけれども、ちょいちょいちょいかわ。ディオ君また遊んでくれるね。ブラちゃんはどう？遊ばなくなったか。ゼル君も遊ばなそう。この子はカリンさんですね。あ、カリンさんも結構おもちゃで遊んでくれてたと思うんですけれども。さあこの子は渡里君ですけれども、どうでしょうか。あれ遊ばないかな。あ、どっか行っちゃいそう。ディオ君が来てくれたんですけれども、なぜかね、動くと遊ばなくなったんですよ。お、ラテ君が降りてますね。でベジタさんが横になりましたけれどもね、このふわふわボディ可愛いでしょ。あ、ラテ君も横になりましたよ。で横になったら遊んでますね。あ、この子はリク君ですね。ラテ君にね、甘えたかったんですけれども、ラテ君は今遊びたい気分なんでね、怒っちゃいましたね。尻尾ブンブンしてますけれども。あ、でもラテ君遊んでくれたよ、また。あらら、スリッパ噛んじゃいましたけれどもね、今ね。そう、今リク君とのね、バトルがあったのでイライラしたみたいですね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。あら、また ラテ君がスリッパ狙ってますけれども、またリク君行くね。甘えたさんですからね。さあブラちゃんはどうかな。お、ブラちゃんは走ってくれますね、一瞬で。また寝技に持ち込みましたよ。で寝技の方が、ね、撮影はしやすいんですけれどもね、こうやって急にね、立ち上がられるとね、フレームアウトするので、ね、寝技の方がいいのはいいんですけれども、走らないか。こういう遊び方も可愛いですね。ちょっと走ってくれてますね。見上げる顔も可愛いよ。さあまだ移動しましょうか。爪研ぎの中には麦くんがいましたね。あ、ちょいちょいしてくれそうだ。ん？止まった。あんまり激しく振ると遊ばないのかな、麦くんは。見上げる顔とか可愛いですよね、本当に。ゼル君遊ばないね。さあ、サトリちゃんだね、この子は。なんかすごいヒゲがね、ピーンと張ってますよね。これまた可愛いんですよ。で、すごい美人さんですよね、サトリちゃんってね。ちょいちょい可愛いよ。さあケージの上にはですね、ヤムちゃんとラブちゃんがね、くつろいでたんですけれども、遊ばなさそうですよね。あ、麦くんが遊んでくれた。隣にはディオくんがいてるんですけれどもね。あ、立ち上がって遊んでくれましたね。
やっぱこの爪研ぎの方が中に入りたいのかな、よとしたらどうなんでしょうか。さあラブちゃんを撫でておりますけれども、ピクってなりましたか。ん、遊ばない。猫兄さんの隣にはね、パールちゃんがね、あ、遊んでくれてるね。この子お尻トントンが大好きな子なんですけれども、ラテ君は、ラテ君やっぱ遊んでくれた。このね、丸々ボディ可愛いでしょ。お腹見せてくれておりますよ。よく遊ぶ子だね。さあベジタ君が来ましたよ。あ、この子は撫でてほしそうだね。尻尾ピンと立てね、お尻トントン大好きなんですよね。するとパールさんが来ましたね。もうちょっと遊ぼうかな。麦くん遊んでくれるかな。うん、コロンってなった。やっぱ寝技がいいねみんな。あー可愛いね本当にみんなね。さあトニーくんはいいね、このカーテンの下に入ってね遊んでくれておりますけれども、うん、あらあら顔が隠れちゃいましたね。それでも遊んでるよ。あー激しくなったね。これも面白いな。ちょっと爪が引っかかっておりますけれどもね、それでもよく遊んでるよ。トニー君面白いね君。ちょっと撮ろうか、さすがにね。うん、他にあんま遊ばないか今は。ちょっと麦君の隣に座ってみようかな。膝の上乗ってきてくれたりとかすると可愛いんですけれども、あんまりそうではないか。うん、ほんとね小さくて可愛いですよ麦君は。その場から動かないね。やっぱり子猫ちゃんなんでもっとわちゃわちゃするのかなと思うんですけれどもね、そうでもないんですよ。まあ棒の部分でも反応してくれてるよ。おっとりさんだね君は。さあこの子渡りくんって言いますけれどもね、先ほど登場したんですが遊ばないか。あ、この子もあんま遊ばない子かな。いやみんなね寝技とかしてくれてとっても楽しかったです。皆様いかがだったでしょうか。みんなね本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。